どうもねむたげです。スノーランナー続きをやっていきます。今回はおそらくアイランド湖で最後の契約、掘削装置をここからドラモンド島の港に届ける。ひとまずドラモンド島に行くっていう、ここですね。でルートはこのように設定しました。ここがちょっとめちゃくちゃ大変なんですが、まあそこを抜けてしまえばおそらく問題はないだろうというルートになってます。さてでは行きましょうか。ここで詰めるんだね。あ、残り貨物1って出てたね。ああいうのはあるんだ。個数制限があるんだね。しかしこんなでかい貨物が出てくるようになるとはね。どこに繋がってんのこれ。ほんでこのツインステア、このマップで拾ったトラックだけど、こいつ様々だね。ここは契約に関してはほぼこいつが働いてる。ところでこの車拾ったまま使ってて無カスタマイズなんだけど、カスタマイズしたらもっと性能良くなるのかな。やべえな。さて最大の難関に来ましたね。1本目の橋はいい。問題は2本目でね。どうしようかなこれ。どうやって切り返そう。しかないか。ちょっと変な方向で入っちゃったね。いやー、なんとか渡れた。もうちょっといいやり方あった気がするな。まあでもよしとしよう。無事に渡れたからな。ドラモンド島、おっと岩か。ドラモンド島
島なの？港に届ける。まあさすがにそんな遠いってことはないだろうけど、冷静に考えたらドラモンド島を探索すらしてないからどのルートを通るべきかがわからないな。ドラモンド島に入ったところでこのトラック一旦止めておいて先に探索した方がいいのかな。おっと、なんだ。あー、この木か。なんだよこの木、スピード出してたらやばかったかもしんないね。まあ、出ねえけど。よっしゃー、到着ー。さあ、じゃあちょっとドラモンド島に行こうかな。よいしょこれ、このトラック手に入るのかな。今までの感じだとそうだよね。めっちゃぬかるんでるけど。ドラモンド島、アメリカ、ミシガン。いや、もういきなり道が悪いんだけど。あ、ポート、矢印出てるね。いや、遠い。対角線上じゃん。え、しかもこれ水じゃない？いや、これは無理だな。ガレージなりなんなりをまず見つけないとちょっと厳しいね。これはガレージじゃないね。っていうか、もう行き止まりに向かって車が止められている。ちょっと一旦この辺で、車を止めてだな。な、めちゃくちゃぬかるんでるじゃん。やばいな、このマップ。はいはい、ちょっと一旦ここでこの車は止めますね。エンジン停止、ハンドブレーキ、 OK。 さあ、でスカウト800がいるので、こいつでですね、まずは探索をしようと。なんか意外とちっちゃい感じですね。で、港がここなんですよね。ちょっと安全なルートが確保できるのか、まあちょっとわかんないですけど、とりあえず探索ということですね。結構ちっちゃいマップだから、ガレージがまたしてもない可能性も考えておかないといけないかもしれないっていう。おっと、早速タスクがありましたね。煽り付きトレーラー、森林警備隊、森林警備隊を支援。はじめまして、森林警備隊のミッチだ。修理が必要な橋があるんだが、あんたに頼めばいいって聞いてね。引き受けてくれるか森林警備隊を支援。ここか、板材にね。あー、でここに丸太ステーションか。あ、ここにあるのを持ってってもいいということだね。で、道が違うね。
ここはまたアイランド湖と打って変わってほとんど水辺って感じではあるけど、起伏が意外と激しい感じがするね今のところ。おっと危ないよ、おっと、あどうということはない。はい、到着。さあ、アップグレードあるかな？あった、一個。一個だけか。観光名所と、あともう一個なんか見つかってたね。おお、近いね。これはもうそのまま取っちゃおう。これと、あと観光名所、あ、これか。観光名所。紛失した積みに、で、ここになんかトレーラーがあると。なんか積んであるな。なるほど。結構狭いからギュッとなってる感じだね。まあ、とりあえずこれ回収しよう。うわ、ちょっとやばいな、ここ。ちょっとウインチがかかるところがなさそうだから、これは気をつけていかないと。危ないよ。はい、OK。オフロード。ギアだね。オフロード用、オフロードコンディションに最適化されたギアボックス。はいはい。トラックリスト。おーおーおー、あー、なるほど。トラック用だね。ほとんどのトラックでつけれるね。なるほど。では、戻って、これ受注だね。で、これ受注と。観光名所の方に関しては到達するだけっぽいから、スカウトでも行けちゃう系のタスクかな、おそらく。紛失した積みに、スティールリバー区長執務室のカレンよ。中央通り回収用のパレットが少し足りなかった。紛失した積み荷を探して建設現場に届ける。はい。クレーン付きトラックか。特殊貨物ってなってるね。いや、めっちゃバラついてんな。で、これを、あ、ここ。貨物保管庫。なるほど。これは大変そうだな。特殊貨物。でかいコンテナだね。でかいっていうか、普通のサイズだけど、まあ、コンテナだね。大変そう。まあ、ここね、最後のマップだからね。観光名所、スティールリバー区長執務室の、またカレンだ。観光シーズンが始まるけど、ホリス島に通じる道が通行可能かどうか確認しないと。頼めるかしら？よくってよ。観光名所。ホリス島。あ、ここ。あ、行くだけ？スカウトが推奨。なるほど。OK。じゃあ、この辺、このまま行けばいいんじゃない？ここの細い道を抜けていく。で、これがトラックとかで通るときのでかい道だね。
ガソリンスタンドはさすがにあると思うんだけど、いやでもさっきのアイランド港よく考えたらガソリンスタンドなかったよな。トレーラーハウスか、違う、トレーラーストア、トレーラー、毎回トレーラーハウスって言っちゃうな。トレーラーストアを早く見つけたいね。ガレージに関しては諦めてるんだけど、ガソリンがないな。え、道合ってる？これ間違ってる。毎回道を間違えますね。いやー結構起伏が激しいね。入り組んでるね。やっぱりなんかちっちゃいからいろいろ詰め込まれてる感がすごいな。シュノーケル低いやつだけど大丈夫かな。なかなかのぬかるみだね。まあ行くだけだから意外と簡単は簡単だけど、よっしゃ到達。ありがとう。道路が通行可能だと知れば区長は安心するわ。観光客は貴重な財源よ。テッドはがっかりするかもしれないけど仕方ないわね。テッドはなんだい。さて、あ、ここを迂回できるのか。なるほどね。じゃあとりあえずここまで行こうか。よいしょ、住宅があるな。ガソリンスタンド、あ、ガソリンスタンドだ。でけえトレーラー置いてあるわ。セミトレーラー、オッケー。で、監視塔にはどうやって行けばいいんだ。こっちか。でも抜けれるだろきっと。オッケー。おーおーおー、こんな橋か。これはちょっと正面から、いやこれは厳しいね。横転したらウィンチがかかるとこはないかもしんないな。そこか。
渡る必要あった？よいしょ。橋と人間。あら、アップグレードなし。橋と人間、ここか。いいんじゃない？行けば。一直線に行ってるよ、一直線に。